それではですね、完全攻略3時間ということなんですけども、この3時間の中身をちょっと紹介しておきましょうね。そうしますとね、3時間とは言うんですけども、どう使うかというと、まずここ0から始まってね、30分、1時間、1時間半、2時間、2時間半、3時間ってここなんですけども、一番最初にまあどっちにしようですね、まず自分の学習しようとする不得意の箇所のですね、まず学習の準備、全くゼロとかいかないんでね、まずここで30分ぐらい自分で学習してくださいと。どういうことだったのかね、学習してください。そして30分間のズバリこの分析文字をやっていただいて、まあ点いくら取るか分かりませんよ、それは構わないんです。とにかくやっていただいて、そして採点を自分でしていただいて、どこが悪いのかなということで回答を取っちゃわせて自分でチェックをすると。そしてですね、自分でチェックしたら、あ、ここ間違ってたなと分かるわけですね。でそうしたら次に今度残りの30分で動画の解説を見ていただく。そしたら自分の違ってたところ、お、そういうふうに考えるのかということが理解できると。でそこでもう一回ここでやってたら、もう一回テストする。同じテストをもう一回ここでやってください。再テストやる。そうして念のためにもう一回動画を見る。だ動画をここで要するに2回それから試験を2回行う、ね、ここがポイント。でそれだけで終わっちゃいけない。実は試験の、まあ、1週間ぐらい前になるとですね、もう一回ですね、自分で、再度この試験を行って動画を見てください、ね、そうすると合計3枚いる。だから皆さんがご購入いただいた資料をですね、まず3部上げてください。3組 PDF は3組上げておいて、どうやって使うかというと、ここで1回使いますよね。ここで2回使うと。そしてもう1回最後に使いますので、試験の直前までもう1回やってみようと。この3組を用意していただいて、そしてこれを繰り返してやっていくわけですね。もう間違いなくですね、この分野については、ゲットできると。こういうことになるよね。ではこれでですね、この部分の説明があることにいたしましょう。それではですね、これから一級建築施工管理士の実地試験の問題3の躯体工事、これについて見ていきましょう。で躯体工事はですね、例年の出るパターンの形式があるんで、で今年度はですね、ちょっとこっち見てください。25年度はね、4問の問題で記述式なんですよ。これは記述式、ね、で24年度はですね、8問題出て、でこれは問題を誤っているところを指摘して修正すると。こっちは修正問題ですから、各年にですねきちっと来てますので、今年度はどういう対策を取るかというと、これは24年とか22年とかこのパターンの系列分なので、問題を書くのではなくして、書かれている誤りを見つけるというパターンが今年度のパターンですよということで、このことについて練習していきましょうと、こういうことになるわけですね。 ですからここでいう8問形式ということで、この8問形式の正誤を明確にやるということを、自身で躯体そのものを全部理解するというよりも、誤りやすい箇所を指摘して正しい答えに書くという、そういう訓練。特に今年度の場合ズバリですから、要点絞ってますから、そこのところは覚えていただければいいと、まあこういうふうに思います。まず今年は注意しないといけないのは、ヒーリングという言葉とボイリングという言葉、この使い分けをしっかりしておこう。これはポイント一つだな。でヒーリングってどこ見たらいいのというと、用語修正だから。だから軟弱地盤、要するに粘土の地盤ね、こういうふうな言葉が出てきたときは、これはヒービングでもって地盤が破壊しますよと、こういう組み合わせ。いい？そうだな。それに対してもう一つは、ボイリングって何っていうと、これは砂の地盤で、ね、地下水が高い砂の地盤、まあ、こういうところではボイリングといって、砂と水が掘削底面から吹き上げてくると、ね、でその時のそのクイックサンド、このボイリングが起こる前にクイックサンドといって、砂の水がバーッとできるんで、その砂の水のことをこのクイックサンド、ね、
から細くなったパイプみたいで水が上がってくるね、パイピング、まあ、これはだから、ボイリングの現象の説明としてクイックサンドだとかパイピングと同じ仲間と考えてもらっていいわけ、試験でできるんだけどね。基本的にはだからヒービング、試験でのこのボイリングかヒービングの区別がついているかということがポイントになってくる。いいね。だから緩い砂で地下水が高いところはボイリング、粘土の柔らかい地盤ではヒービング、こういう2つの文言をまず整理しましょう。これはポイント1つ。いい。それから今度はですね、この杭打ちの場所を注意、オールケーシング工法、これは今年の出るものですね。オールケーシング工法、これは要するにあの二重交換ガンと打ち込んでこう揺すってグッとはあの入れてですね、ハンマーグラブで掘るのかな、ハンマーグラブでこうガッと掴んで土を掘っていく、二重交換で折っておってハンマーグラブでこう掘っていくと、ね、でこう使うのはハンマーグラブ。それからコンクリートを打つときはこの缶のことをトレミー缶というのがトレミー缶、ここでコンクリートを打っていく。でポイントはここから2メートルだけ常に高く入れておかないと、ここからが吹き出した下からコンクリート、だから2メートルだけこのトレミー缶を深く入れてますよというような、そういうところを中心に書く。だからオールケーシング工法で掘削するのはですね、ハンマーグラブで掘るんだよと、こうやってピュッと掘るんだよとこうやってな。それからあの泥が溜まっちゃうもんね、下にな。でそれをスライムって言うんだけど、そのスライム取らなきゃいけない。その時にどうやってるかというと、沈殿バケット、あれ沈接バケットで底ざらいをしてスライムを除去しましょうね。まあ、そういうことでこういうものを使います。スライムが多い場合は沈殿のバケットでもって沈殿させておいてこうすくい上げる、それで土砂を取り除くと、まあ、こういうことをまあしますよ、こういうわけね。まあリバース工法なんていう水を循環させるやつの場合はこれドリリングバケットなんていう名前のものを使ってくることがあります。で今年はだからオールケーシング工法とハンマーグラブ、この2メートル、まあ、こういう組み合わせをですねしっかりと整理しておくということが重要なポイントという。それから次はですね、鉄筋、圧接作業ですね。圧接作業をするときはですね、鉄筋と鉄筋の間隔がね、あの表面を仕上げますけども、表面仕上げはその圧接するその当日に仕上げをするんですよ。その隙間だな、隙間はどれぐらいあったらいいかというと、これはですね、大体2ミリあればいいわけですね。水球は大体2ミリぐらい以下なら圧接していく。それが大きかったらもっぺんあの面を仕上げをし直しなさいと、こういうことになるわけね。で、あの鉄筋の長さの縮むわけね、ギョッと圧接するから大体縮みしろって言うんですけども、セットアップと申します。これ大体鉄筋の直径から鉄筋の 1.5 倍程度、まあ、この辺りをちょっと整理しておいていただきたい。さっき言ったですね、圧接面のところ2ミリってどこかというと、こういうな鉄筋と鉄筋があって、この2ミリ以下だったらこのままあの加熱してギュッと圧接してよろしいと、これよりか開いてたらダメよと、いわけな。これのところは2ミリ、このイメージをちゃんと頭の中に入れておく、隙間2ミリということで、それから今度はですね、片枠四方向のがってきます。パイプ4本ね、パイプサポート、これ支柱 3.5 メートルね、支柱 3.5 メートルを超えると、このね、ここだな、支柱 3.5 メートルを超えるとね、2方向に2メートル以内に2方向に水平つなぎを設ける、2メートル以内ごとに水平つなぎを設けなきゃいけません。だからそれはいつかというと、高さは 3.5 メートル、これ覚えなきゃいけない、 3.5 メートル、だからパイプサポートの高さが 3.5 メートルを超えるような時には2メートル以内ごとに水平つなぎを設けましょう。交換枠で組む場合は5層以内ごとに、この5層以内ごとに水平つなぎを設ける、こっち側は 3.5 メートルを超えたら2メートル以内に水平つなぎ、これ交換枠でこうやって組んだ場合は5層以内ごとに水平つなぎを設けると、まあ、こういうような区別、今年はここへ 3.5 メートルと 2メートル以内に水平つなぎ、これをしっかりと整理しておく、まあ、こういうことになっているわけね。コンクリートがですね中心となってくるのはおそらくスランプ試験、これを知ってるかどうか、こういう問題が出てくるわけね。スランプ試験ってどうやったら、こういう道具だな、こういう道具でもってコンクリートミキサーに入れてここ開けて、でここのコーン、高さ30センチあるんだな、この30センチのこのコーンの中にですね、これ3層、こうやってね、こうやってこうぐんぐんと月棒で25回回す、3層で25回ね、25回をついて3層に分けてこうやって、だから6センチ、9センチ、15センチ、まあこの程度、こんな測ってるわけじゃないから、大体3回に分けて25回、各25回、ここ25回、ここ25回、ここ25回、こうつく、こういうふうについて、やって、そして表面に鳴らして、
で、エイヤーとかパッと引き上げ、引き上げた途端とこうなるな、こうやってこうなったら、どこを測るかというと、この中心、ここの中心がね、ここの中心が何センチ下がったかって、ここのところを、この中心線の下がった位置を、これをスランプというんですね、ここスランプ、ね、ここを測りますよ、ね、ということで、ここが、許容差が普通はプラスマイナス 2.5 センチなんていうのは、これよく試験に出てくるな。スランプの許容値は 2.5 センチ、8から18の時はスランプ、8から18の時はスランプは許容差は 2.5 センチですよ。まあ、こういうどこを測ってるかという、中心線の位置が30センチか何センチこう落下したかというところを測ってるんです。こういうイメージ持っていてね、25回について3層でやると、これは非常に大事なことです。今年のポイントになります。いいですね。今年はここ大事なんだぞ。ここは必ず出てくるぞ、ここのところね。これ何かというと、鎖骨材、これ砂と書いてるんだよね。ジャスのやつでは鎖骨材と書いてる、砂と書いてる、ジャスの方の本には。だから多分砂で出てくる可能性があるな。で、これはですね、どういうことかというと、鋼材が錆びないようにさ、塩化物イオンがこれ 0.3、 これは0.3kg 立方メートル以下っていうのは、これはですね、受け入れる時のレディングスコンクリートの基準だよな。なおかつ、要するに NaCl、 塩化物に換算、塩に換算してですね、砂のは表のように 0.04% 以下でなきゃいけない、建築の場合は。こうなってんだ、わかる。で、ここは試験でんだよ。砂の場合に限ってこれ以下だよ。砂利の場合はですね、粗骨材の場合は決まってないよと、ここはないよと、これ注意してる。だからここであるのは、この制限があるのは砂あるいは砕骨材の場合に限るよと、これ注意しような。だから塩化物含有量は砂の含まれる塩化物が NaCl 換算量が問題になるけども、粗骨材の砂利には問題とならないということ、これちゃんとここのところはよく今年出ると注意してくれな。それからもう一個ね、プレストレスはこれよりもっと低いんだ。だからプレストレスコンクリートの場合は換算量の 0.02、 こんな低いんだよ。もっとピアノ線なんか入ってるからね。だからもっと制限が厳しい、錆びないようにしてる。だから NaCl 換算では 0.2%、 まあ、こっちは試験でね、ここはここシートはこっちね。だから、言葉上こんなん出てくるかもしれないけど、惑わされなくて、これは普通の鉄筋コンクリートの場合は砂が 0.04、 塩に換算してこんだけになるようにしないと、砂利じゃない、砂だ、これをしっかり整理しよう。ここはポイント。いい？鉄骨のところはですね、まず基礎の部分が、鉄骨の、中脚の部分だな。で、この一番下にコンクリートの上に置くのは、これはベースプレートっていって、ここに置くのはアンカーボルトって止めるわけだな。まあ、それって形式はいろいろあるんだけど、今年はどういうところがポイントかというと、このアンカーボルトのところの区分のところで、こういうね、アングルや、アングルな、チャンネル、アングルって分かるな、こういうのとか、チャンネルとこう、C ちゃんだ、こうなんなったらな、まあ、こういうコーダー、C ちゃんだな、アングルはこうだな、こういうやつだ、こういうコーダーだな、こういうアングルやチャンネルで組むのは構成フレームという、フレームというのは枠組みという意味、枠組み、構成フレーム。これだな、どういうのかと、これだ。こうやって、この下に、ベースプレートの下にコンクリートの下の中にコンクリート打つ前にこういうアンカーフレームを打ち込んで、そしてその上にコンクリートを打ってベースプレートを置いて、で躯体がここの柱が来て、そしてそれをアンカーボルトで止める。で、アンカーボルトの止め方もですね、こう山を3山以上出すよと、で、ここは20ナットにするよとな。その下にはアンカーフレームでしっかりこのアンカーボルトを支えているよと、まあ、こういう構造だな、こういうイメージをしてる。で、具体的にじゃあやるときはどうするかというと、このここのですね、ベースプレートの下にこういうね、まあ、団子、こういうふうに少しだけですね、中塗りモルタルというか、ちょっと硬いめのモルタルを入れるんだ。そしてその上に置いて、その位置をちゃんと調整しながらアンカーボルトをこの中に、差し込んでいくと、まあ、こういうふうなアンコを少しこう入れて、なんかモルタルを入れて、あとで後詰めモルタルをこの両脇から圧入していくわけな。それでピタッとこうくっつける。それほら、位置動かさなきゃいけないから最初な。だそういうような形で埋め方を実際にやっていく。まあ、こっちは今年じゃない。こっち。これの組み合わせ。3山以上出す。20ナットにする、ね。アンカーフレームの下をアンカーボルトを支える。こういうシステムをしっかり整備をしておいてください。じゃあ続いてですね、今度はですね、
あのスタッドね、スタッドのところです。でスタッドのところではね、ポイントとして何が出るかというと、スタッドはですね、まあ鉄骨の上に立ててコンクリートって一体化するものなんですね。でこれの場合はですね、今年のポイントは仕上がりやすさ、溶接してくっつけるんだよな。でその時にね、角にそのアークが発生すると、ここな、スタッド部材にあの角のアークが発生すると、ここにアンダーカットって溶けすぎちゃうの。これ溶けすぎるの、アークは角だと溶けちゃう。溶けるとこれがですね、ここ下がほら母材が溶けちゃうからさ、このスタッドが落ちちゃうんです。高さは足りなくなる。でその高さの限界いくらですかっていうと、こう2ミリなんで、2ミリ鉄筋溶接するときも間隔2ミリだったでしょ。これも2ミリなんで、2ミリよりか下がったらこれは取り替えなきゃいけないということで、いつ起きるかというと、角のアークで生じたときにアンダーカットになるような場合にこれは落ちるわけ。それは2ミリ以上押しちゃいけないということで、この2ミリとアークは角でアンダーカットが起きたら2ミリ落ちると、この組み合わせ、これをしっかりやるの正社だ、スタートということね。これは鉄骨のところの問題、これは第1問の問題。今度は第2問の問題の方、これ全く同じなんだけども、少しこれ安全のために第2問、一番出るのは今やってる第1問で、これからやるのはスペアというか、安全のためにこうこれから幅を取って学習すると、ポイントのところも全部説明したからね。それから今度はですね、2番目の問題、プレロードの問題ね。また基本から帰って、基礎からヒービングボイリングになったところと同じように、土留めし方向、土留めし方向はですね、事前に緩んじゃう。だからあらかじめバーッとこう切り張りをね、コンプレッサーで持ってガッガッガッとかけて、油圧器でキャッと張るんだな。それをプレロードって、ね、プレロードはね、こういうふうに縦と横方向になる場合、下を先にグッと張るわけ、それから上を張るということで、順番が今年問題という。だから下、プレロード、下を張って上を張る、上を張って、下に圧力をかけた後、今度上をかけると、そういうその順番だな。だから、下段を先に圧力、下段って短辺が短い方な、短いってどこが短いかというと、こういうふうに、普通こうなってるな。でこっちが、こっち側に最初下側にして、こっちが長い方が上に来るから、下を先にこれかける、下をこっちがせーのでわっと全部かける。でこっちあとは長い方をかけるということで、下から上に、プレロードをかけていきますよということをこう整理した、こうやってな。で今度はですね、さっきプレロードね、ということで、じゃあかけるという時に1個だけかけるんじゃなくて、これほらせーので言わずきは連動してるから、全部ここにこのジャッキをこことここを置いて、わっと一斉にこの土留め壁を岩杖を持ってせーので押し上げると、まあ、こういうふうにしていくといきますよ、まあ、これは試験出るわけじゃないけどね、考え方としてこうやります。で今度は説問のには、今度はアースドリル工法、さっきはオールケーシング工法でさ、ね、ハンマーグラブで掘りますよって、今度はアースドリル工法ね、これはやっぱりサブとして覚えておくる。でアースドリル工法っていったら試験出るのは、この安定域なんかほら崩れてくるから、安定域、粘性がどうなる、粘性が柔ら低いほどコンクリートの施工がしやすいし、掘削もしやすいわけね。だからこの粘性はどうかということが、安定域の粘性が問題になってくるね。でその時は粘性はね、低い方がいいの、これ低い方が、低い方がなぜいいのかというと、低いと泥がたまるでしょ、粘性がないからスーッと沈んでいくんだよ、みんな沈降が早いから。コンクリート打つときにさ、すぐスライム処理が全部終わっちゃう、終わっちゃったらすぐコンクリート打てるじゃない。だから工期の問題で、できるだけ粘性が低い方がいいですよということで、安定液の粘性はね、これは粘度を低くして施工するということがポイントだよと。いい？ということで、アースドリル工法の安定液は粘性が低い方でいる。なぜなのっていうと、それは早く沈降して施工ができるし、良い品質のコンクリートは打てるんだよ。そのところいっぱいぐちゃ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 粘土があったらさ、浮いてたらさ、あの安定液って粘土だから、粘土がいっぱい浮いてたらさ、コンクリートが入り込んじゃう。そしたらコンクリートは劣化するの。だから早くその沈降してなくなるから、薄い方がいいわけだよな、管理上。ということで、低粘土がいいぞと、これを覚えておこう。で今度はね、鉄筋の問題だ。鉄筋を圧接するのにはね、
やっぱりあの技術の資格を得るわけ。資格には1種、2種、3種、4種ある、まあ、手動と自動とあるんだけど、まあ、今年は大体手動の方が出てるな。これ大きなものだね、今年はな。1種だったら25ミリ、2種だったら32、3種だったら38、4種が最大で50ミリと。これ数字、これはあのこっちがあの自動の方はあの1種はないから2、3、4なんだけど、ここの数値はみんな一緒や。だから2、3、4の32、38、50、これ一緒、こっち側もね。ということで1種は25番の手動だけだから、これがよく試験だ。1種の場合は25だよと、ここまでは許される。これより太くなったら2種に任せる、これよりもっと太くなったということで、まあ、最大50、まあ、これを超えるような時になってくると、これは加熱して曲げると、こうなんな、まあ、そういうようなあのことになってくるんで、1種は25番、これを覚えなさい。この型枠の問題だ。型枠の問題にはね、2つあって、型枠にはね、転用点、一回置いてまた剥がして次のところに持っていこうと、それの転用点だな。転用する型枠とね、転用型枠と、もう一つは捨て型枠というのがこうあるわけね。捨て型枠というのはこうあるわけです。捨て型枠ってね、だからこのどっちかをまあ使っていくわけね。でよく建築の場合、試験で捨て型枠の問題で、例えば捨て型枠、基礎なんかの場合だったらラス型枠とかブロック型枠、これは捨て型枠に対応して、普通の金属型はこれ転用型だ、転用型な、金属型。それからあの壁とか柱とかこういうところ、これはあの転用型枠、普通樹脂型枠、システム型枠とかね、そういう。それから捨て型枠になってくると、こういうの円筒柱のこう紙でできる、紙製のものができる、これね、こういうのもある、捨てるんだからですよな、そういうものがあります。それからあの床なんかの場合だと、これ一番多いな、床型枠、デッキプレートとかフラットデッキ、まあ、こういうものはあの全部捨て型枠で、転用は効きませんよと。ということで型枠の考え方としては、転用型枠と捨て型枠があって、捨て型枠にすることによってメリットは何っていうと、捨てておくことによって剥がさなくていいから、これは工期が短縮できる。だそういうような使い方をするときに、まあ、転用は経済的だけども工期は長くなると。まあ、こういうことで、問題はどこなんかって、工期を短縮したいという時は捨て方を使うし、金時間はいっぱいあるんだけど金安くしたいという時はこれ転用を使えばいい、そういう使い分けが理解できてるかどうかという問題だから。あと捨て方枠の種類を覚えておいて、捨て方枠、これは厚型枠、ここの円筒形、それから、まあ、打ち込み型枠もいいかもしれない、PCA 型枠とか薄いに打ち込み型枠とかな、こっち側今年は特にね、こういうところを整理しておいてください。ちゃんとこうテキストの中に出てますのでね、それを合わせてよく確認をしておいてください。今年のポイントは、捨て方枠は工期短縮のために役立ちますよというようなこと、転用との区別をつけなさい。これが今年のポイント。さっきあのスランプ試験やったんです。スランプ試験、30センチのこうやって引き上げて何センチ沈下したか、これは30センチね、これは3層に詰めてこうやって突き棒でついてくるってやったり、これと同じ、空気量試験も同じように、さっきみたいにこの大きいようなこういう円筒形の箱のところにね、あの 3回に分けて25回続くんだ、これも25回続くの、突き回数は25回3層、これはやり方は一緒で、やり方は一緒にして、あの空気量試験をやります。だからスランプ試験と空気量試験では共にあの3層に分けて25回こうやって突き回しますよと、これ覚えておいて。でスランプはだから沈下のこういうな、スランプはこういうなったと、ここの沈下どんだけ下がったかというのを測るのはスランプ試験で、この中に入ってる空気量を測るのはこれは空気量試験だな。空気量の供養差ってプラスマイナス 1.5% だな、こうなってる。スランプの場合だったらプラスマイナス 2.5 センチになってる供養差がな、まあ、こういうのはやっぱ覚えておかないといけない、試験で建築よく出るからな。空気量試験は3層で25回つきますぞということで、この子に入っている空気量を測るんだぞと、こういうわけだな。普通空気量は 4% か大体 7% 入ってくるな、そんなことで、あそこまで試験じゃない、ポイントはだから3層で25回つくと、許容差はプラス 1.5 だ、こう言いなさい。今度はあのコンクリートの問題な、あの初中コンクリート、それから貫中コンクリート、マスコンクリート、これはだからあの建築の場合はよく暑い時ね、25度を超えるので、これは4度以下のでね、これはあの一辺が80センチぐらいあるような厚い、柱とか梁を打つなんてね、マスコンクリート、温度が上がってくるな。
でこういう時は初中コンクリートはコンクリートを打つ時はコンクリートの温度を35度以下にしなさい。だこれはポイント。貫中コンクリートの時は積算温度っていうの、積算温度91日溶接、これなんだ貫中コンクリートかな。積算温度って積算温度って何かというと、これは平均温度にプラス10ですね、毎日ちゃう。そしてその積算その1、例えば10日が経ったらこの積算温度を10倍すればいいしな、91日だから平均温度の91倍、その時の温度がなったらもう型枠外していいよ。積算温度になると型枠を外す時期はあの何日ぐらいかかるかって日にちじゃ分かんないんだったら、温度高かったり下がったりするから、だから全体の受けた熱量でもってやろうという考え方だな。だから積算温度というのは普通の平均気温に10度を足したものにかけるその日数かけて、これは大体840ぐらいになればいいのかな、というようなことで、これはね温度の積算温度、今までどんだけ熱量を受けたかということによって型枠を外す時期を決めようというのが、これはまあ養生終わる期間かな、養生終わる期間が 840DD となるな、プラス10アッド10度だけ足した温度で合計が840になったら一応まあ養生終わっていいよと、まあ、こういうその貫中コンクリートの養生の終わる時期を示すのを積算温度、これ今年出ません。ポイントはこことこっちがマスコンクリート、こっちだな、これ良くなる。これ何かというとマスコンクリートってコンクリートがあるな、大きいから内部の温度が高まるの、逃げられないから、だから高くなる。これがそうすると高い、こっちは低いでしょ、そしたらここにひび割れがこう起きてくる。これを温度ひび割れって、これを防止するためにどうしたらいいかというと、ここを保温しなきゃダメ。ここ高いんだから、ここ冷やすわけいかないんだ、ここを温めてあげて、そしたらこの温度差を低くするということは、だからどうやって表面温度と、ここ表面温度と内部の温度を低くするようにすることがマスコンクリートの重要な技術者の仕事ですよっていうのは今年出るよと。だからマスコンクリートで非常に厚い80センチ以上になるような、そういう厚いコンクリートを打つときは外側に保温材を張って内部との温度差を低くしましょうということで、外と内の温度差を少なくすることが保温養生というよと、大きいコンクリートはそうしないとひび割れるよと、まあ、こういうことの知識があるかどうかは今年は問われるぞというのは、ここのコンクリートの今年の問題。これでね、7番目の問題は鉄筋をですね、まあ圧接しようというような、というあるいは鉄骨を、溶接しよう、まあ、こういうような時の問題だな。でこれに大きく分けて現場ではですね、まあ、人によるのもありますけど、まあ、普通はそのガスシールドといって、シールドってね覆うというんだな、だからガスのシールドってでアークを覆うという、なぜかというと保温するためにあのガスを覆っておくわけで、そこでガーッとかけて熱が逃げないですので、これはガスってねやっぱり、ね、炭酸ガスだとかアルゴンだとかね、要するに反応しないガスをぐっと中を覆ってですね、溶接して保温しながら溶接していく、アーク溶接。ところが風が吹くとさガス逃げちゃうんだよこれ、ね、だからこういう2メートル以上未満の風が緩い風の時でないとこれできないの、ガスシールド現場で風が強いと作業中止なんで、こういうふうに台風風に対する風が吹かないような囲いをしてから溶接しないといけないという欠点がある。それに対してセルフシーザーアクエスってのはこれ自分で愛用するから風には強いね、だから、ただこの時はヒュームといっていろんなその不飽和物質が外へ出すので、か悪いガスが要するに出てくるわけ、作業にいい影響を与えない、ちょっとそれは注意がいいよということで、この2つガスシーザーアクとセルフシーザーアク、これは風に強いと弱い、これを覚えなさい。だからここでは2メートル以内に対する風よけ対策が必要なのはガスアクシールド、必要がないのがセルフシールダーグース、その代わりちょっとヒュームといって悪いガスが出るぞと、こういうふうにこれを制止なさい。いいということで、このセルフシールとガスシールドの区別を制止なさい。最後はですね、トルシア型の効力ボタン、これもよく試験出てくるんだな、トルシア型、トルシア型っていうのは分かるよね、キュッキュッと締めてピンテールがパーンと切れたら、あ、それで閉まったなという判定できるやつだな。建築じゃあもうね、こっちが中心にこう使われてきますから、ね、でその時にじゃあ締め付けの角度ですけども、これは突き出してるのは1山から6山ね、でこうボルトを突き出してないといけませんよと。
それからあのボルト群の平均回転プラスマイナス30度で検査するときにね、だからここ30度平均回転角のプラスマイナス30度だったら OK にすると、それより余計こうぐっと回りすぎてたり不足してたらダメとね、ということでこの締め付けの状態の角度をね、平均角度プラスマイナス30度、この数値を覚えなさいというようなことです。これはね、今まで述べたのが説明が重要なポイントで、これをこれがねどんな形で試験出るかっていうのをズバリこれから説明しちゃうと、これだけだな。はい、じゃあこれで、説明の部分終わって、いよいよこれからじゃあどんな問題が出るかということを説明していきましょう。はい、それではね、いよいよね、今年出る問題はどれどう言ってるんだと、ズバリこれから説明しましょうね。そうするとね、1番の1番がやっぱり山止めなんだよな。山止めね、山止め工事においていい軟弱な粘土地盤におけるこの土の回り込みだな。これを何ていうかというとパイピングという、そうじゃないな、軟弱な粘土はこれはヒービングというな、で砂のようなものはボイリングというんだな。砂のようなものはボイリングだ。砂なんかの場合はボイリング、粘土の場合はこれはヒービングという、いい、こういうところに着目しない。ヒービングとかボイリング、砂が入ったら軟弱な粘土が来たらヒービング、この区別をつけろ。いい、そうだったね。二つ目はね、杭なんだな。これ場所打ちコンクリート杭のオールケーシング工みたいな、交換で二重交換でおってぐーっと差し込んでいってハンマーグラブで掘るやつだな。で、コンクリート打つときはトレミー管を2メートルだけ潜らしておくんだな、あれだよ。そしたらオールケーシング工法の掘削はドリリングバケットではなくしてハンマーグラブで掘るんだったな。ハンマーグラブで掘ってくるよというわけでね、こういうじゃないな、ドリリングバケットのようなハンマーグラブ、これ掴む方だ。ハンマーグラブってこういうね、こう掴む、こういう掴むやつです。ドリリングバケットってのはこういう風になってて、上からさ、切りバーで持って、下がこう、こっから掘ってくるくるっとこう回していくやつだな。ということだから、これハンマーグラブとオールケーシング、この組み合わせを覚えたな。それから今度3番目はね、鉄筋の圧接だな。鉄筋のガス圧接を手動で行うな。この場合、突き合わせた鉄筋の両端目の隙間、これは5ミリ以下で変身曲がりのないことを確認して、還元円で圧接の両端面の隙間を完全に閉じるまで、まあ、ゆっくり加熱で、それからグッと圧接して、やりましょうよと、まあ、で中性円であえて完全にくっつけましょうと。だからここの間隔は何ミリだった、これは 5ミリじゃなくて2ミリな、5ミリを間違えて2ミリ、2ミリ以下にしなきゃいけない、これ数値を覚えて。それから今度4番、型枠の工事における工事で交換枠を支柱で持ち、交換枠の場合は5層以内ごとに水平方向を縦横に入れたな、枠を交換枠で、パイプサポートの場合は 3.5 メートル以上になったら、これは2メートル以内ごとに両方向に水平つなぎを設けなければいけない。だからここ 4.5 じゃなくて 3.5 超えるときはっていうことだな。2メートル以上、3.5 メートルを超えるときは2メートル以内に水平つなぎを設けてください。で交換枠の前についてだから5層以内ごとな、交換枠は5層以内ごとに水平つなぎを設ける。交換枠はそれもあとはパイプサポート、その他これ一緒だな。パイプサポートの場合は 3.5 の高さがなったら2メートルになる、まあ、今年はこっち、こっちはこっち 3.5 メートルと2メートル、こっちを覚えてくださいね。それから今度問題のフレッシュコンクリートのスランプ試験あったな。スランプ試験、これは300ミリ、30センチだな。30センチの金属管をガッと引き上げて、コンクリートを埋めるときに何層で埋めるかというと、2層じゃないね。何層 ?3 層に分けて押し込むな。それから、どこで測るかというと、中央の、コーンの中央のところは何センチ下がったかということを開くんだな。そういうところも、それから 何回叩くんだっけ、何回叩く ?25 回だったな。25回、3層25回。まあ、こういうところが今年は、試験出る可能性が30センチ、高さ30センチで、25回で3層、ね、これ覚えよう。これはスランプ試験の定義だったな。今度はね、6番目、レディミックスコンクリートの規格では、
要するに塩化物含有量は 0.3 って決まってんねん。でこれを NaCl 塩に変えたらどうなるかっていう問題で、 NaCl に換算するとこれ 0.4 です、ね、でその時に用いるその基準を何にというと、砂利の塩化物については NaCl に換算して 0.4、 これは砂利ではなくて、砂利は換算してない、砂に換算、あれ採掘剤でもいいです。だから砂に換算した時にこれに建築材だから必ずこっちをやるんだな。だからあの砂の場合はこれであることを確認しなきゃいけない、こういうのな。でこういうのプレスレスが出てくるんだ。これはさっき言った前言ったな、換算上 0.02% な。こっちが厳しいんだ、ピアノ線使ってるからね、こっちは厳しい、鉄筋の場合は 0.04、 普通のピアノ線が出てきたら 0.2 ぐらいだ。こっちはもうどうでもいい、こっちがポイントだな。でし、ね、普通の場合は砂の換算量が 0.4% 以下のような、要するに、砂あるいは採掘剤を使わなきゃいけませんよと。それから7番目はですね、鉄骨 の、 あのアンカーボルトの件だな。アンカーボルトの件で、アングルとかチャンネル、前やったな、アングルとかいう直角のやつとか、チャンネルと C ちゃん型のこういう型コードな、これを組み合わせて作ったこういうふうな台のことを、アンカーフレームってな、ベースプレートじゃないね、アンカーフレームという名前を覚えてる。組み立てるのは構成のアンカーフレーム、フレームという枠組みね、で作る。でこれを置いて、まあ、テンプレートってこうほら、あのなんか、テンプレートってほら基礎の上にコンクリートだったら、ここにどこに、テンプレートだから、ここに穴開いてあって、穴開いてあって、ここからアンカーボルト入るよというようなアンカーボルトの位置、これ当ててちゃんとそのアンカーボルトの位置を固定なんですよ。でそのアンカーボルトを打ち込んだらこれを抜いちゃえばいいわけだからな。そういうのをテンプレートってね、アンカーボルトを正確に据え付ける工法がありますよね。でアンカープレートの裏面にはアンカーボルトを溶接工事をして、基礎コンクリートを一緒に調べてレベルで据え付けてコンクリート、まあ、この辺あたりはもう問題じゃなくて、基本的にはだからここのアングルとチャンネルを作ってベースプレートではなくして、これはアンカーフレームでもって作る。その構造は図面にあったな、あれをちょっと頭の中に。それからあとここから出てくるアンカーボルトが出てくるね、ここの山が一山から三山までな、それからここに二重ナットで止めるとか、まあ、そういったところもちょっと今年出てくる可能性があるんで、あの構造の図面を頭の中にイメージして回答する必要があるよと。それから8番はですね、これはスタッドの問題な。スタッドはアンダーカット 0.5 ミリ以上のアンダーカットが発生するとスタッドが下に落っこっちゃうからな。だからこういうふうなアークが強すぎるとそういうことが起きるよと。そうした 0.2 ミリを超えて落ちた場合、これでも抜けて違うとか、抜けなくて隣に新しいの打ち越さなきゃいけない。へっこんでるところはヨモリってへっこんでるから、そういうところは補わなきゃいけないと、溶接でね、まあ、そういう跡が出てくると、まあ、これはだから隣接部に打ち直してる。だからアンダーカット発生したら、まあ、それはしょうがないから、そのまま置いといてその横に新しくスタッドをやり替えますよということで、これはアークの発生が過度の場合は高さが低くなるよというわけだな。これは何でかというと、アンダーカット、これも出てくるかもしれない、アンダーカットをされて下がカットされてドンと沈んだくるよということ。それはどういう時かというと、アークの発生が過度の場合にこういうことが起きるよというのがですね、今年の重要なポイント。さっき言った山止めでプレロードをかけるときはどっちからやるのというと、上、上段じゃないな、下段をかけてそれから上に行きますよと。プレロードをかける順番は下から上へ行ってくださいよとね。だから同時にかけるときはせーのでバッと、油圧のですねパイプをずっと並べといて同時にギュッと張ってください。アースドリル工法とくれば、これは安定器ね、これ安定器って要するに粘土だな、要するに細かい粘土、ベントナイトで粘土残ったからね、安定器でもってそれ分散剤入れてこういうふうにして、粘性を高めて、要するに鋼壁が崩れないようにこうやってるわけだな。でそれ濃いと確かに強度は強いかもしれないけど、今度コンクリート打つ時にコンクリート沈んでいかないんですよ、粘土いっぱいあるから。だからできるだけ薄い方がいいわけだから、高粘土は良くないね。だからこれは粘度が低い、低粘度の方が OK、ね、できるだけ低粘度のものを使うようにしていかなきゃいけない。さっき言ったドリリングバケットみたいな、こういうあったやん、向こうはハンマーグラブみたいにドリリングバケットね、切り刃をぐるぐる回してここ下から土を掘っていく、これはアースドリル工法の掘削機械だな。
それから、はい、今度は3番目、ガス圧接の技量の問題ですね。手動ガス圧接は1種から4種まであったよね。そしてまあこれが大きくなるに従って圧接できる直径が大きくなっていくんだな。最初はだから25で32、38、50とか上がっていくので、1種は25だな、4種は50とこうなる、だんだん大きくなっていく。ということで技量種別が1種の圧接可能範囲は異形鉄筋の場合ね、 D32 だ、そうないな、 D25 だな、これ25、32、38、50だ。ということで、これ4種になるけど、それぐらいは覚えておくね、今年いい。だから1、2、3、4種の直径ぐらい覚えておいて。それから4番、型枠におけるその問題です。捨て型枠と、それから、ね、ラス型枠、これ基礎の方だな、ブロック型枠、これはあの基礎の捨て型枠としても用いられます。まあ、壁の型枠なんかの場合は、まあ、こういうふうなプレキャストコンクリート、PCA だな、こういう構成型枠、極中には、あの円筒形の円柱型枠なんであると。それから紙製の捨て型枠もね、このあとこんな紙なんかないよと思うかもしれないけど、ちゃんと、基準書にはジャスにはちゃんと書いてあるね、紙製の型枠もありますよとね、今年ちゃんとこれ出てくるかもしれない。それからあとは、ね、フラットデッキでこういうものを転用して用いることができる、これできない、転用できないね。だからこれ転用の問題が、捨て型枠はそのまま打ったらそのままだ、そう捨ておくわけだ、要するに脱形しなきゃ、あの型枠外さなくていいわけだな。ということで工具の短縮や転用はできるもの、転用できないもの、この辺ここをキープレートにしてちゃんと整理していて、こっち側は、転用型、こっち側は捨て型枠、ね、デッキプレートだとか、フラットデッキ、こういったものは捨て型枠、ね、これに整理して。それからこのコンクリート、ね、フレッシュコンクリートの今度空気量試験、さっきは前はあのほらあのスランプ試験だった、プラスマイナス 2.5 センチが共有されだ、何センチ縮みましたか、沈下しましたかっていうことやったわけね。で25回3層でやったよな。空気量も一緒なんだよ。空気量試験もちょっと箱が違うだけでな、1000立方メートルなんだけども、立方平方センチ、立方センチなんだけど、そういうようなこれぐらいの、鍋みたいなやつですね、その中に3層突き詰めて25回やる、これも3層25回さ、同じなんですね。3層で25回ついて、そしてそれを蓋してそこに入ってるコンクリートに入ってる空気量を測るわけで、測って気分の 4.5%、 普通測ると基本的には 4.5% というのが基本の値だ。でこれにプラスマイナス 1.5% の量だったらこれでクリア OK、 空気試験で OK ですよ。ということで空気量の 4.5 プラスマイナス 1.5% なら、そのまま打ち込んでいいよと。これが多すぎるとちょっと困るなと、こういうふうになるかなというような、あの空気量試験も同じように3層25回続いて空気量の許容差はプラスマイナス 1.5 でと。これを覚えておく。だから工事において初中コンクリートのポイントをですね、打ち込み温度が35度以下にすること、それからあの貫中コンクリートは91インチの積算温度で、管理をするということ、それからマスコンクリートの場合は内部の温度とか表面の温度が温度差があるんで、表面に保温養生しなきゃいけないというのはマスコンクリートの重要なポイントだな。そうするとマスコンクリートの場合は表層部の温度をできるだけ低くするために、高くする、内部は高いんだから、内部は高いんだから、ここを低くしちゃいけない、これを温度差を低くするために保温しなきゃいけない、こっちはな、低くしちゃいけない、だから温度をできるだけ高くすることが大切ですよ。そしたら温度差がなくなるからひび割れが起きない、そこまで養生しよう、まあこういうようなところでマスコンクリートと温度差を少なくするとね、差を少なくするということが大事ですよというのがポイントね。それから7番目のところはさっき言ったあの鉄骨を溶接するときに、2メートル以上風吹いてたらガスアークシールドはできませんよと。だけどあのセルフシールドアークはこっちはできるよとね、っていうその代わりヒュームという悪いガスが出てくるよと、それ違いだな。だからあのこれの場合はあの比較して、風に強いのはセルフシールドアークですね、ガスシールドアークは風に弱いというこの強い弱いの関係ね、これを今年ちゃんとしっかり覚えてくださいね、ということをが鉄骨の時の溶接のポイントはここになるよと。それから8番目、トルシア型の抗力ボルトの締め付け検査ね、これは締め付け検査だから、これは平均角に対してプラスマイナス30度、これあの30度は基準、45度ではいけませんよということで、プラスマイナス30度の範囲に収まっているものを合格する、それ外れたものはもう一回、対応しなきゃいけないということになっていく。
よと。これはこういったところをですねしっかり、学習してですね完全に理解していただければありがたいと思います。じゃあこれでですね終わることにいたしましょう。